ビフォアはこんな感じです。結構ブラッシングする？いや、しないです。あ、乾かして終わりです。あ、そうだからかな、あれかな、なんか今までちょっと蓄積したやつがちょっと、ね、あ、やっぱブラッシングしないといけないんですか？あ、いや、あんまりしない方がいい。あ、しなくていい。あんまりするとあのくるくるってあの、ま、曲がっちゃうというか毛があのくるくるってなっちゃうんで、うん、私も軽く溶かすぐらいが一番いいです。いいよね、いいです、初めてです。なんか落ち着いた感じです。そうでしょ、ちょっと明るさはちょっとあるんで、透明感は。いや、ちょっと前がひどすぎたんで、オレンジが。ああ、そうかそうか、オレンジだったよね。ちょっと手触り良くなって、ちょっと触ってみて。うん、引っかかんないです。ちょっと引っかかんないですか？はい。よし、これで切ろう。あんまり切りたくないけど、ここいい？切って。いやない。いやない。いや、だってなんかバサッとなってる。皆さん、簡単なレイヤーの入れ方を、今10分しかカット時間がなさそうなので、簡単なレイヤーの入れ方をします。どうするかというと、まあ、アウトライン切ってから、今度、こちらですね。シュシュシュ。はい。もみあげの、もみあげともみあげをつなぎます。このもみあげともみあげをつないだところをぐるぐるっと取りますね。いいですか？ちょっと分かりやすくすると超簡単な入れ方ですよ。時短レイヤーって感じですかね。ここは止めます。いいですか？ここで、カットは、まあ、僕の考えなんですけど、あんまり細かくいろんなところを取っていくと逆につながり悪くなっちゃうんで、それこそ1本でボンって切った方が綺麗につながるんですよ。まあ、簡単なこと言うと、つながりだけで考えた場合なんですけど、普段こうやって切らないですけど、止めとくます。こういうふうに思いますか？分かりやすくしてるだけで。で、これを反対側にオーバーダイレクションをさせます。で、オーバーダイレクションさせたら、ちょっと前の方をちょっと短く切るんですけど、分かりますかね？後ろの方を長くつなげたいので、こう持ってきたのは少しこっち側からこう R 状にカットで、このショーバルタンでカットしてるんですけど、これ超簡単で、ここに真ん中を持ったらこっちにオーバーダイレクションします。そのままで切る。で、これガイドはちょっと反対側の見ながら取っていく必要があるんですけど、もうちょっと正面でいってみますね。正面の方が分かりやすいと思うんで。で、バックの方は耳の付け根のところをお土産の延長線からぐるっと下のベースは残して、あとはまとめます。そしてこちらからこうですね、こう切ってます。後ろになるに従って長くなるように切るだけっていう簡単な感じです。縦スラーで切んなくても全然つながりきれいに切れるんで、このまま今結構揃ってない、彼女揃ってないんで、このままぐーっとこっちにノーテンションでやっていって、ここをつなげます。はい。で、これだけでどうなるかというと、つながりがこうきれいにというか、なってるんですね。ちょっとこのサイドチェンジする、なんていうのかな、このコツがちょっと難しいんですけどね、サイドチェンジするときのこのなんていうんですかね、毛束を、まあ、こういう大きいコームの方がいいかもしれないですね。こういうのでつむじを通る感じにやります。常につむじの位置をこう経過していく感じです、どの位置も。なのでここだとつむじを通経過していく感じで、こっち側から徐々に長くしていく感じ。バックの方はあんまり段入れない方がいいです。で、バックの方段入れるとどういうことかっていうと、ここあまり段入れちゃうとセンター跳ねちゃうんですね、ここが。なのでここは段入れないで、徐々にこの辺だけちょっと入れるとかの方が結構やりやすいかな。
後ろは跳ねちゃうとやりづらいので。で、こっちも、つむじの位置を 通る感じで、真ん中持ってぐーっとオーバーダイレクションさせて、ここをつなげていきます。これだけでまあつながるんで、あとちょっとネープ取りますね。ネープのところ台入れない方がいいので、ネープのところは台入れないんで、あとは、手だけで、つむじから放射状に、少し手で R 入れて全部つなげていけるんですよ、これって実は。縦と横のつながりいっぺんにこれできる方法なんで、これで、つむじから全部まっすぐの位置に体を持ってきて切っていけば、もうこれで切れるんですよね。これも慣れれば、多分こんなこれだったら本当に細かく切ってたよりも綺麗につながるので、時間はそんなにかかんないはず。ただつなげたいんだけだったら、これで全然十分です。後ろから綺麗に切っていくよりも綺麗に切れます。なんで本当、まあ早く切っちゃうとお客さんちょっと怒っちゃうと思うんですけど、これだけだったらすごい早く切れますね。あとこの顔周りのこの辺ちょっと中にグッと入れたいので、まあ僕結構やるんですけど、はい、そうですね、これがベースの方をちょっと切ります。中に中の毛、あとひっくり返してここをひっくり返して、まあ棘は入ってない状態に入れて、つむじから全部まっすぐの位置に体を持ってきて切っていけば、もうこれで切れるんですよね。まあ、これも慣れれば、多分こんなこれだったら本当に細かく切ってたよりも綺麗につながるので、時間はそんなにかかんないはず。ただつなげたいんだけだったら、これで全然十分です。後ろから綺麗に切っていくよりも綺麗に切れます。なんで本当、まあ早く切っちゃうとお客さんちょっと怒っちゃうと思うんですけど、これだけだったらすごい早く切れますね。あとこの顔周りのこの辺ちょっと中にグッと入れたいので、まあ僕結構やるんですけど、ですね、これがベースの方をちょっと切ります。中に中の毛、あとひっくり返して切る、ここをひっくり返して、まあ棘は入ってない状態に入れて点滅してるぞ。